はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょう、イスクスト2というわけで、の実況をしていきたいと思います。826日目のログイン&日記です、ティッカちゃん。うん。いやー、今日はね、早起きはしてるんですけど、遅寝、早起きみたいな感じで、ちょっと眠いっすね。どうしよう。もう一回寝るか悩んでます。右。あがりちゃん。なるほど。優美な振る舞いの持ち主として。あざっす。さて、もちろん全開してないですが。めちゃくちゃいいわけじゃないけどって感じかな。さあ、で今日はね、お知らせ実はまだ見てないんで、お知らせ見たりとか、スクラッチやっていこうじゃないですか。何が来たんだろうね。実はあんまり細かく見てないっていうね。でまだ新しいのは来てないのかな。とりあえずスクラッチと、エクレア確定ガチャ券の使い道なんですけどね。セガ編集に使っていきたいと思いながらも悩んでおりますけれども。で、なんかこのね、バルカムアニバーサリーというわけで、なんか6周年に先立ってという感じなんですよね。気になるのがありますけれども、私は我慢していますよ。無課金プレイヤーとして、まだやっております。クレア確定ガチャ券ね、ぶっちゃけね、ティッカちゃんとかマリさんとかね、結構ね、行きたいとこもあるんですけど、まあ、でも、セガ変身とかもね、悩ましいとこですよね。あずきさんと、ひなっちゃんのやつとか。で今回、私、UR 引き換え券取ってるんですよね。引き換え券何と引き換えるか。まあ、とりあえずね、私3等と4等の引きには定評あるんで、お、逆に2等チャンス。ダメでした、知ってた。でもなんだかんだで毎月、ここ毎月1等引いてるというね、結構ね、神のような引きを見せてるんで、はい、まずは4等か3等ですよ。はい、3等ですよ。定評があるでしょ？あるでしょ？迷惑すぎてしたね。おっとっとの、これワンチャンあるかんね、ほんとこれ。これは、もしもちゃんか。2等おわ、4等おわ、3箇所。まあ、3箇所が濃厚なんだけどね、こうなるとね。だいたいこのパーティーンあるけどね。でもやっぱ真ん中に7が出現したときはテンション上がる。これもしもちゃんだね。まあ、私3等と4等は本当に引きの定評あるんで、ね、3等はすごくないですか。私3等と4等、マジ、かなり。多分誰よりも引ける自信がある。でも最近1等も引いてますから、私1等の引きにも定評がある男になっていきたいですよね。これもそうですよね。こうなると大体オブリちゃんなんですけどね、ここね、ですよね。なかなかこのパターンから4等とか2等引くの見たことないっす、あんまり。まあもちろんあるんでしょうけどね、そういうパターンもね。はい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 。これ右からめくる？なんならね、大体左もそうちゃんで右オブリちゃんだから。あ、このパティーンは、これは2等オア4等っていうパターンのやつじゃないですかね。左にオブリっていう、まだあるとは思うけど、あ、もしもちゃんですね、これね。4等ですね。まあ、4等の引きには定評ありますよね、私ね。はい。いやー、でも1等、ここは毎月1等引いてきたとこ、これ一番残念なやつね。逆にこれ隠しでさ、全部オブリみたいなさ、全部オブリみたいなさ、なんか特等みたいなのあったら面白いですけどね。実は隠されていたみたいな。お、ラスちゃん、ラスちゃん。ここでまず7がめくれるかどうかだよね。あー、もしもちゃんでした。オブリちゃんかな。オブリちゃんでした。まあ、さすがに毎月1等はね、無理でしたね。まあ、でもまあまあまあ。楽しかったです。やっぱいいですよね。このスクラッチとか楽しいから、協力戦頑張れるなってところもありますけどね。SR 以上確定ガチャ、これも引いていきましょう。SR 以外引いたことがない SR 以上確定ガチャ、そろそろ違う景色が見たい。さあ、もしもちゃん、からの、はい、お疲れ様です。コードリュミエルでした。まあね、知ってたよーってやつね。じゃあ、あとは、交換所がありますよね。交換所で交換していきます。さあ、いっぱいね。まずこれでエクレア確定ガチャ券が取れたりするんですよね。まあ、というか補助券で。補助券が2枚乗っかるんで、なんと19までいきますよ。で、まず交換します。これで4枚あります。
どうしようかな、何を交換しようかなって感じですよね。うん。で、なんと UR 確定ガチャ券も交換できたりとかしちゃいますね。で、レアダイヤは一旦手止めて、ポイント交換。ロックオンポイント。これはあのガチャ引かないと無理なやつかな。うん。さて、あとは、うん、こんなもんかな。あれ、引き換え券どこで、引き換え券が嫌だ。引き換え券どこで使うんだっけ、あんま知らないやつね。一回使ったことあるけど。いやー、悩ましいよね。実際、ティッカちゃんとかマリさんの戦力アップにはとてもなるんですけども、今ね、現状でも。4枚あるんだけどね。でも、結局なんですよね。超悩ましい。まずは、これ引いて考えよっか。マリさんのワルツオービーナスとかね、ありますけども。一回、どうしよっかな。トルテガチャやる？まだ。じゃあ実際、ニモちゃんのセイクリッドナイツ。これどこにしよっかな？どっちにしよっか。私結構悩みがあるんだよね。待って、ちなみにどこで交換するんだろう。引き換え券はどこで交換するんやって。ここか。ここか。これだ。ここですね。さとかちゃんのルシーダーを取ってもいいのかなっていうのあるよね。どっちか行きたいよね。てか、どっちも行きたいか、欲を言えば。セイクリッドナイツ、ニワちゃんのセイクリッドナイツを収束させるか、さとかちゃんのルシーダー取っちゃうか、だよね。最悪とりあえず自分、まず自分のにしたいっていうのがあるんだよね。でも、ルシーダーが果たして、正直、でもここ変えたいんだよね、ほんと。ここ本当に変えたい。心から変えたいんだよね。引き換え券を手に入れた今だからこそだよなって思っちゃうから。ガチャで、UR 確定ガチャを、シリウスにして、あ、ちょっと待って、一応、ティッカちゃんとマリさんせっかくだから見ると。結構これ悩ましいんだよね、マジで。でマリさんのワルツオービーナス、なんだかんだでプライチはついてるから、まあ、もうちょっと収束させてもいいなとは思うんですけど、で、ティッカちゃんは、これしか持ってないから、まあ、でもあれ、無印なんだよね。まあ、全部 UR にするメリットもなくはないんですけどねっていう。まあ、なんならね、ティッカちゃんとマリさんは、ね、キラルを、覚醒まで持っていけちゃうんですけど、今月その気になればね。かなり戦力は上がるんですけどね。マリさんに渡した場合、このマーベリック・バルキリーが浮くからリライトもできるんだよね。っていうのも一応あるんだけど、で、マリさん200レベル超えてんだよな。でも4枚なんでね。なんか、例えばですけど、4月、来月ですね、4月、にほちゃんかゆきえちゃんの来て、で、まあ、もしかしたらこの先ペアになる可能性高いんですけど、なんでも、立て続けに来ちゃった場合、の、まあ、残しておいた方が賢明ではあるんですけどね、賢明、あくまでも賢明。悩むね。正直悩んでます。めちゃくちゃ悩むけど、いきます。とりあえず、いや、やっぱ私はガチャなんで、ランダム性を、尊びたい。で、なんか、なんだろう、引き換え券で収束させるっていうのはなんか違う気がするんで、私はシリウスガチャ引きます。これで、本当かな？ちょっと待ってね。他の選択肢あるかっていう。まあ、ワンちゃん、ユキエちゃんとか引いたらリライトしてもいいかなって。そのリライトして、あ、ダメか、ユキエちゃんだとダメか。あんまシリウスって良くないんだよな。そう、リライトしてもロックオン型。私はぶっちゃけ言うとコスモレクイエムの方が欲しいんですよ。サトカちゃんはやっぱりルシーダーよりも。でもね、なんだよね。でもとりあえず、ニモちゃんのやつ収束させたいし、まあ、収束させる。その気になればね、引き換え券で収束させることもできる。いるんだけど、まあね、間違っていると思うかもしれないけど、悩むな。マジで悩むね、そうね。
かといってこの五分市、ここの五分市やるよりは、私欲張りなんでね、さとかちゃんのルシーダを絶対ゲット、ルシーダかコスモレクイエム今月絶対ゲットするのと、ニホちゃんのセイクリッドナイツ習得させるのはどっちもやりたいんだ。でもどっちかしか選べないんだよ。どっちかはガチャで引くしかないんだ。だからここで行く。行っちゃった。行っちゃった。次いらない。さあ、もしなちゃんか。せっかくが共演してみたかったな。毎週何回でも見たよね。さあ、誰だい？あらー、本当に来るんだ。じゃあ、リライトしようよ。リライトしよう。これは話変わったわ。あ。消してー。あ、そっか。リライトできない。ロックしてるとダメなんだよね。さすがにプロロックはいいとして、ね、一旦ね。消してー。あ、セットしてるとダメなんだっけ。もう、めんどくさいね、一応なんですけど。なんでダメなんだろうね、これね。一旦外すはしゃあない。これ、そうか、ロック関係ないんだっけ、逆に。これそう、もう一回ちょっと逆に見るわ。なんか、あんだっけな。でもロックしてるのリライトできるんだっけ、もうちょっと覚えてないわ。ああ、ロックしてるからダメです。ダメなんだね。だからロック外しつつ、装備も外さなきゃいけない。リライトするためには結構大変ね。いくぜ。8枚ありますからね。一番遅れてしまうんで。これでまあ、サランちゃん、サトカちゃんのルシーダー出ても、それはそれでいいな。そしたら、ミホちゃんのやつを引き換え券で取ればいいんじゃない？生まれ変われ。何が出るかな。はい、こんにち。マリさん。そう来る。しかも、ワルツ・フォー・ヴィーナス。あ、結局、ワルツ・フォー・ヴィーナスを。リライトを使って、ワルツ・フォー・ヴィーナスを結局、なんかやったみたいな。選んだみたいな感じになりましたけど。まあ、それはそれかな。それはそれか。いっか。なんだろうな。なんか変な感じ。変な感じ。しかもそしてこれによってマリさんがゆうけちゃんね、つばめちゃんを抜くというね、この二人のせめぎ合い。まあその気になればマリさんね、ね、行くとこまで行くんだけどね。行くとこまでは行くんだよな、キラル取ってあげればね。なんだろう、このマーベリック・バルキリーもリライトしてしまうかっていうのもあるんですけどね。そうなんです。まあ、実はマリさん200レベル超えてるし、マリさんを4人迷惑として確定させちゃうのもなくはないんだけどね。ぶっちゃけね。悩んでるね。悩ましい。マジで。結構チャンスではあるんだよな。戦力強化のチャンスではある。でも、もうこっから交換するのはキラルじゃなくて聖丼変身にしたいなって思う私もいるんだよね。これ悩むのはね、マリさんのこのナイトメアファインダーとか、これ覚醒してるんだったらもうね、ダブル覚醒でどんどん固めていきたいなって気持ちはあるんだけど、ただまだ流動的なんだよね。誰が伸びてくるかわからない現状。ツバメちゃんとかも急激に上がってきたからね。この辺のまだね、みんないるけど、どこまで来るかわかりませんから。で、問題はここなんだよね。で、もう引き換え券で私ルシーダ取りますけど、これさ、超えられんのかな。まあ一応、メモが解放率が乗るはずだから、いけると思ってはいるけどね。もう取りますよ、私これ。取るからね。もう誰にも文句は言わせないぜって。いや、全然なんかご意見があったら言ってください、ぜひ。もう手遅れだけどね、多少。取りました、もう取っちゃいました。しかも私これ多分初めて、いや、わかんないな。初めてなのかな。取っちゃいました。もういい。これはもう気持ちが悪かったんで。で、私、なんか気持ち、待ってね、レシーダーってこれ私、初めてだったかな、ちょっと記憶がないんですけど。なんかでも、メモが履歴見たら分かったんだけど、もう手遅れだね。ないし。そんな弱いんだっけ。で、これちょっと見たい。見たことあったっけ、猫耳っぽい。溜めて。バキューン。初めて見た気がする。さあ、問題はこれが強くなるかどうかなんですよ。これを装着して。装着して装備段階で強化してもいいとは思うんですけど、なんかあえてここで強化したからする。
これで、でも3万いくつだったはずだから強くなると思うんだ。これでイオチンにお返しできるよって言いたいんだけどね。今66万と51万ね。それが、これで超えなかったらどうしよう。借り物のエクレアより絶対でも明画解放率乗るから絶対強いはずなんだよ。どれだルスギだ。あ、一番弱いのか。さすが純正。わかんない。今わかんない。ちょっと待って、一旦ここで見よう。 205.5% 乗りましたけれども、これフィルターやめて、で、あ、勝ってる、わずかに勝ったね。そうだね、51万だったもんだってね。52万になってて、66 66万あんま変わってなかったけど、ちょっとあれだけど、わずかに勝ちました。これでよ。これで、お返しできるわけだ。やっと綺麗になった、なんか。でもこれ、今の234レベルで乗っけてやっとか。でもこれ自体がね、無印だから、多分、本当に、取れての無印って一番弱いんだよね。最初に出た UR だから。しょうがないんですけどね。まあ、ここはいつか、制動編集に変えるんで、ロックオンって引きますから。私、ロックオンというかガチャで引くんで。これで、気持ち良くなったね。これでみんなに本人のメモ化をお返しできるんだよってやつだよ。これでイオティンに、いやー、やっとなんかとりあえず気持ちよくなりました。やっとこれでサポートメモ化のやらかしが少し、まあ結局やらかしたことに変わりないんですけど。これでイオティンいくつになったん？まあそれでも17万なんで、レベルが低いからだよね。エクレアと UR あって、この火力。サポートメモ化どうにもならんよね。多分これが一番強いの、ハイドインフェルノ。あ、いや、こっちの方が強いな。キャトル水源の方が強いな。あ、違うのか、これ。サポートメモかって、だから表示がややこしいからな。ややこいんで、いや、とりあえずこれにしとこう。はい、というわけで、やっとこれでみんな、とりあえず綺麗になったね。やっぱ本人のメモかが私は一番いいんです。やっぱ、なんかね、マルチメモか以外は、極力やっぱ本人のメモか以外つけたくないんですよ。いやー、いいね。いいです、これで。美しい。美しいな。まあ、よく言えば早くエクレアさん出しにしていきたいなと思う。特にこの3メイン3人は。いやー、あとはマリさんとティッカちゃんのキラルをどこまで悩むかだね。悩むかだよ。もう悩んでんですけど、悩みは悩んでんだよ。悩んでんですけど、で、結局補助券がまた減っちゃったので、もう1枚今すぐ手に入んないよね。ここでスクラッチでもね、もしスクラッチで1等でも当たってれば、もうね、ちょっと私、キダル取りに行ってもいいかなと思ったんだけどね、4枚カツカツだからね、来月末までに、まあ多分、まあ、来月の教育戦頑張れば、まあ、5枚になる。来月末には5枚になるのかなって気はするんだけどね。むむむだよね。賞味悩ましい。賞味ね。じゃあ、あとラビって、わあ、みんな強くなったぞ。だぜ。で、結局でも、あれか、みほちゃんの、セイクリッドナイツは、残念ながら、所属しなかったっていうね。まあ、しょうがないですね。さあ、43問でバーンチ。お。ここで来るの珍しいね。クリア来るの結構確率低いからね。シーン、ちょっといいね。この剣好きなんだよな。倒していく。さあ、235。これでじゃあ半分だね。お、これいいでかい、これでかい、これでかい。愛でかいよ、愛は。で、まだいけるはず。多分7体目ぐらいまでワンパン取ってくれるとテンポいいよね、とても。まだいけますね。でも次か。ここまでだね、多分。あとはスマッシュ次第ってやつかな。よし、じゃああとは、
まあワンちゃん出かける前にエンコードしといて帰ってきたら終わってるでもいいけど、そうするとパソコンをねスリープできないっていう悩みがあるんですけど、まあいろいろありますよね。で、2020年3月4日、なんで予感って気になる。予感で4月ウェルカムアニバーサリー予感、まあこれは全部見ますか。今日でも見ちゃうか。クソ長い動画になりますけどね。もうまあでもスマホ容量に不安がないっていうのがすごいいいですね。うん、こんだけやっても全然なんか不安定がないっていうか。じゃあパッパと言います。いろいろ来ましたよと。で、異教の旅路で今やったやつですね。あとダブル、あこれまだだよね。ダブル教科ミッションでだよね。びっくりした、やべえと思っちゃった。異教に全部使ってると思ったけど大丈夫。で、新コスイベント魅惑のエッグハント、ほう、なんだ、半熟ヒーローとコラボでもすんのかな。そんなことないか。で、ロックオンガチャのやつですね。で、カレンダーし、あ、4月のスケジュール見ましょう、後で。結構いつも見忘れんだよね。うん。じっくり見るチームの上に新しい背景が追加。仕様の変化特にない。細かい不具合の修正をしました。で、まだ直ってないやつがある。いつも通り。で、ロックオンガチャが来ましたよ、ということで、昨日のやつですね。はい、こちらですね。もうこれ、ね、ステラコインに有力のある方はぜひぜひということですよね。はい。私も聞きたいんですけどね。ちょっとまだ、一応まだ無課金でちょっとやらせていただきたい。で、異教の御旅路ね。今回は葉月さんとひなちゃんのやつです。はい。で、あ、魅惑ですね、これは。ホワイトバニーこそゲットしようですね。おう。んで、しおりさんの安寧のスブニール。ラスパートの投手でゲットできますよ、ということですね。これ、ヴァンガードかな。うん。はい、まあ基本的にいつも通りかな。ネズミっぽい。うん。ネズミか、これ。違う、ネズミじゃない、ウサギだ。なんでネズミって言ったの。で、メモ書きダブルミッションが、これ今月末のイベントとなりますね。29日、明日からですね。明日から31日までですね。うん。割と強化ポイントありがたいんで、しっかり回収していきましょう。うん。はい。そして、強化プラトゥーンの新しい情報が来てます。全国第3弾ということで。これはじゃあまあ4周年に向けて出てくるって感じなのかな。うん。ステージ12。セカンドチーム、オブリ発見。4つのチーム、合計20名のメンバー。37分の20を使っていくわけか。ステージに待ち受ける多くの強力なオブリを相手にしながら攻略。解放条件が体調レベル100以上、OK です。高難易度のコンテンツ、なるほど。攻略のためには20名のメンバーの戦力とステージへのチームの配置が重要。メンバーたちを導いて強化プロトンを攻略。へぇ。パドリ拡張でメンバーとメモ化のさらなる強化。なにこれ面白そう。スキルツリーみたいな感じ。新たな機能、パトリ拡張が解放。パトリ拡張ではメンバーの持つパトリの強化とメモ化のアップグレードによるさらなる戦力アップが可能となります。へぇ。強化プロトンではパトリ拡張に必要となる新たな素材を入手することができます。おぉ、なんか面白そう。その他、境界プロトンの遊び方、メンバーごとのヒットメントでメモ化が重要。メンバーとオブリは個別にヒットポイントを持っている。ヒットメントがゼロになってしまったメンバーとオブリは戦闘継続することができなくなる。うん。なお、境界プロトンでは、メンバーのアビリティやメモ化のスキルは発動しないので、メモ化自体の強さや信頼度レベルがより重要。なるほど。まあ、だから単純にレベル高いメンバーとかで20名編成すればいいのかな、上位から。シンプルにね。うん。あとは、まあ、まあ、だから、あとは、まあ、ステータスっていうか、まあ、だから、さっきのあれでね、強い順かな。強い順で20名選べばいいのかもしれないね。うん。で、ステージごとに待ち受ける強力なボスオブリ、ステージの最後には強力な能力を使用するオブリが出現。これに対しメンバーたちは最大20名で協力して挑むことになります。おお、最大20名だが途中でやられちゃった子たちはたどり着けないって感じなのかな。回復について、強化プロトンではメンバーが受けたダメージは蓄積されすぐには回復しません。1日1回メンバーの一目でが全回復。じっくり攻略していく必要がある。へぇ、デスグリーバー。へぇ、デスグリーバーは先制連撃2のスキルを発動した。なんかすごいな。すごいやり込み要素高そう。面白そう。ワクワクですね。はい、あと今断捨離やってますからね。ぜひぜひということでね。うん。でだ。まあ断捨離って言葉勝手に言ってますけども。これはまあ、あれですね。なんなら終わった後のやつだから、これはいいか。うん。ほんで、各種 SNS アカウント連携の一時停止をしていましたってやつね。これちょこちょこあるやつですよね。うん。まあでももう、あれかな。はい。3月25日から、再開は未定となっている。あ、そうなんだ。私結構さ、際どい、これさ、結構怖かったんですよね、これ。連携が停止されてるだけで、まあ連携済みだったら問題はないのかな。私スマホをね、この間変えたんですけど、先月末か。なんかタイミング悪かったのかなと。下手したら最悪引き継げなかったらどうしようってちょっと不安だったりとかしたんですよね。まあ無事に引き継げてよかったんですけど。はい、というわけで、一応こんな感じかな。多分予感っていうやつは、多分、
はいはいはい、倍速になった。コンダクターを渡ってみそうって手の目のサムダのチャンネルに向かっている頃、まあ、テミスさん、彼女たちが異なるチャンネルで何を考えどう行動するのか見てきたけど、ごめんなさいね、寝起きだからあんまり読めないですけど、まあ今のところはこんなものか。まだあまり気づいてない段階だろうね。うん、私も気づいてません。ところでたまにあの場所が短時間手薄になっているようだけど。はい、みんなでいろんなとこ行ってくからね。こういうことをしてみたら対応できるのかな。何をするんですか、やめてください、やめてください。わあ、今までに訪れたチャンネルで興味半分に捕獲した歪み、オブリとも呼ばれているものだけど、すげえな、捕獲しちゃった。うん、まあまずはこの程度でいいだろう。何が目的なんですかね、この人。うん、その頃のエテルのプリズムルーム、ミネルちゃんがいるけれども、みんなが出撃しちゃってる時の静かなエテルのっていつも変な感じがするの。その時のモニタリングはもしめたちの大事なお仕事もしよう。とは言ってもそれだけだと退屈もし。さてさて、今日は何をしますかね。そうだね、この間モノさんとフェイさんがやってた連想リンゴとかどうかな。面白いよね。うん、あ、スイちゃんもいた。あ、スイさんどうしたの。なんとなくなんだけど、胸騒ぎがしてね、念のためメテルの守りとして戻ってきてみたってわけ。感じだった、戻ってみたってわけ。一人で小春も了解済み。私たちは通過だから、何かあればすぐに連絡取れるし。ほう、頼もしいもしね。それじゃあスイちゃんも加えて連想リンゴを。なに?外だ、見に行ってみよう。さっきのやつが来てるわけですね。あばばばば、オブリがいっぱい。こんなに急にどうして。見られた面々がいっぱいいます。てか心ラビリンスにいるはずですね。このオブリたちは突然エテルの内部に転移してきたみたい。もしね、マジかよ、えぐい。もしかして誰かに送り込まれたとか。どうしよう、みんなを呼ぶ。いや、このくらいの数ならまずスイちゃん一人で行けちゃう。私は片付けられると思う。頼もしい。大丈夫、無茶はダメだよ。分かってる。でも今は小春たちみんな任務の最中だからね。めっちゃ読めない、ごめんね。もうね、寝坊じゃないよ、睡眠不足さんなんで。ちょうど言わせたんだし、私が対処するよ。おりゃー、大丈夫なんでしょうか。てかスイちゃんって単独行動できるんでね、多少できるとは思ってたけど、小春ちゃんとセットじゃなきゃいけないかと思ってたわ。2時間後、めっちゃいるー。なんか見たことないやつもいる。はあはあ、一体一体大したことないのに、倒しても倒しても新手が出てくる。無限脇はダメだぞ。二人ともごめん、戦わせちゃって。ミネルちゃんも戦えるんだ。気にしないで、援護くらいしかできなくてごめんね。オブリ転移元の逆探知をもう一回やってみましゅう。よく持ちこたえてるね、むしろ。対オブリ軍の戦闘はあの装備の単身でこなせるか。案外シャドウと優勝になるかも。シャドウ、せっかくだから大型のオブリも何体か使ってみるとしよう。楽しんでは擦り切れないだろうけど、どうする。めっちゃ楽しんでるな、この人は。まあ何かを確認したいんでしょうね、わかんないですけど。あ、新しい反応もする。なんかでかいなきた。ぎょえ、なぜか逆探知できないのにオブリはどんどん詳しい、悔しいもする。やっぱりみんなを呼ぼう。まだまだ。スイさん、魔法とはすなわち想像力。想像できることは大体できるんだ。でも、スイさん、いっぱい戦ってからすごく疲れてるよ。無茶はダメ。お、そうだよ、無茶しすぎ。これは小春ちゃんだね。小春。そんなに本気で戦ってたら、スイの考えてることは私にダダ漏れだよ。そうか、繋がってた、この二人。全部垂れ流してた?気を使って一人で頑張ってくれてありがとうね。でもこんなの相手だと、スイやミネルさんたちだけじゃ。もちろん、私が加わっても厳しいよ。だから、みんな呼んでおいたよ。スイは少し休んでて。皆さん、先行ありがとう。お待たせ。みんな来たー。みんな。うわー、すごいオーブンの数ね。こんな大群を相手にするのは初めてかも。またエテルノをめちゃくちゃにされちゃたまらないしな。全員集合。いい判断だ。この大群相手なら力を出しすぎないようにしつつ戦い続けられるコスが適してそうだね。おお。だったらこのくらいかしら。
UR? でも、各自戦力を抑えつつ戦え、対テミス専用に磨いているコンビネーションも試すぞ。めっちゃテミスさんに見られてます。おー、みんないるほんまに。To be continued。これは、予感。これって、どういう感じなんだ?予感。なんでこれだけ個別にあるんだろう、私気になります。これなんだろう、どういうことなんだろう。なんかここにあるのってどういうこと、メインストーリーではなく、それとはまた別で、なんだろう、今何か隠されてたってことかな。私全然普通に読んじゃったけど、確かにいろいろと気になるワードはあったけどね。うん。ロックオンガチャ。はい。はい、6周年に合わせて37人全員で来日、とてもスペシャルなウェルカムアニバーサリーロックオンガチャを実施。37人分ありますよ。はい。なんと、イタルのメンバー37人全員の確認に追加されたロックオン型の URL いくらで目をかけているチャンス。これでえがいっすね。こちらメンバーを選んで弾ける嬉しいロックオン型で配置されるメンバーが全て対象のメンバーで選べんのこれ。選べちゃうの?イタルのメンバーのガチャも1回3000ソロインの10点からリーズ、スイース。こちらになんとおまけとしていくらミニゲンで使えるかいいこと。そしてロックオンポイントで10ポイントがついていきます。こちらのロックオンポイントは1ポイント貯まれば5ポイントで強化ポイントが5000ポイントと、5ポイント貯まれば UR 限度使えると10個の攻撃可能な方か、25ポイント貯まれば各メンバーロックオン型 UR 目ごとに引き上げされると1回限り可能です。 XM10 連絡値は紹介のミニ戦争6人、そしてなんと1から5回目が XM 無料 UR 目ごと可能、1限の価値が3倍に、これが噂の3倍ってやつか。もちろん、こちらのガチャを1回引くごとに、エクスリームチャージ Z が 5% で加算。無駄に溜まって、エクスリームチャージ Z を 100% 使えば、最後、ゴルメが1枚で100% 使えば、より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 よそして3月27日、3月27日、新作エクロの最初メンバーとの新月を挙げる、一挙の旅路。3月27日、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 もう喋れまへん。こちらの録音がちょっと2つのミッションは、メンバーの選曲にぜひご利用ください。はい。というわけで、だいぶ長いんですけど、この動画。大丈夫かな?そして、まだプレゼントするのを忘れていない、私は。いや、でも、とりあえずかな。うん。とりあえずって感じ。ほんと。まあ、あとはね、いろいろと準備していきましょう。さっきの予感って何だったんだろうね。本当に私気づいてないんだけど、なんか。で、はずきさんに、アキさんレベル結構上がんちゃん?女の子は特別扱いされるやった6レベル。で、みほちゃんに、危ない。一旦普通にしよう。嬉しいが、これは。まだ上がらない。さすがにね。で、あとが、ひなちゃんか。結局、倍速で上げちゃうの?なんか、こういうのあった?見れるよ。よし、着々と戦力強化というか、戦力アップはできてるんじゃないかなって感じかな。はい、というわけで、いろいろ長くなりましたが、いろいろね、そうだね。ちょっとまだ悩みはあるんですけど、ね、ちょっといくらかけてガチャの交換をするか否か。でももう今だったら精度変身取る方がいいと思うんだよね、実際。でもかといって、葉月さんとひなちゃんのやつ取るかっていうとまた別問題なんだよね。まあ、ちょっと今は貯めていこうかな。まあ、もし何かアドバイスがあれば、いろいろと考えに、加えていきたいと思います。まあ、マリさんもね、まだまだ上げたいんですけどね。というわけでね、まあ、改めまして、2020年3月の協力戦お疲れ様でしたというか、まあ、3月のね、もろもろお疲れ様でした。まあ、一応まだ今月もありますけども、はい。まあ、とりあえずまず一段落ということで、はい。4月とかね、まあ、6周年に向けて、と思ったらカレンダーチェックしてね。なんだっけ、あ、よくしてるのか。あ、そうか、その前に2日にアマネジャのバースデーもあるんだよね。だから結構、なんだかんだで帰ってくるね。サルカちゃんのバースデーにいっぱいあげるんで、まあ、なんだかんだでエリクサーは帰ってきそうですね。ロードマップは変化なしかな。まだですね、そろそろ更新されるのかな。楽しみですね。はい。
だいぶエリスターもなくなっちゃったから、はい、いろいろ増やしていきましょう。というわけでもう一回、締めますけども、改めまして3月の、教育戦とかもろもろお疲れ様でした。4月もね、6年6周年とかいろいろありますんで、引き続きね、すくすくと眠り、ね、する楽しく頑張っていきましょうね。ではではさようなら。